超音波検査とは、高い周波数の音波をお腹に当てて子宮内の様子を診察する検査です。赤ちゃんが生まれてくるまでの間、定期的に胎児の成長を確認していきます。妊娠初期は胎児が小さいため、膣から棒状のプローブという機械を入れて検査します。12週以降になると、お腹にジェルを塗り、お腹の上からプローブを当ててチェックできるようになります。超音波検査は胎児情報が取りやすい 2D が一般的ですが、最近では 3D や赤ちゃんの表情や動いている様子などをリアルタイムに観察できる 4D を導入している施設も多くあります。では妊娠週数ごとに赤ちゃんの成長を見ていきましょう。妊娠6週頃には心拍を確認することができます。妊娠10週頃は頭や手足の区別がつくようになります。妊娠20週頃には性別を判別することができるようになります。その他にも超音波写真には赤ちゃんの大きさや体重など様々な情報が記録されています。超音波検査を理解することで、赤ちゃんの成長を細かく確認することができます。